おはようございます。おはようございます。マニュアル免許持ってるのに、それが活かせてないんですよ、このチャンネルで。知らないんですか？何ですか？私、はい、車の免許マニュアル持ってるんですよ。お前ら言いたいことばっかりだな。最近サミキタチャンネルって、はい、ほのかさんばっかりじゃないですか。そうだね、まあ、海って私を全然放送してくれないんですよ。もっとフューチャーしてくれと、はい、文句ばっかだなお前らな。未来の未来乗りたいんですよ私。未来の未来違うっけ。なんか清水ちゃん未来乗ってた。未来ですよ、はい、未来です。あ、渡辺と私誘われてないし。いやだってさ、ねえ、こんだけ出てるからいいじゃん。もうそうですよ、だってたくさん結構出て、毎週今ほのかさんですから、うん、また出たいの？欲張りなの。私だって未来運転したいんですよ。乗せてあげましょうか。よかったね。本当ですか？ああ喜んでる。だって水素車でしょ。そうですよ。なんか運転楽なんでしょ。楽なんですよ。スイスイ走れるから、うん、めちゃくちゃいいです。いやー楽しみにしてたの。ちょっと未来呼んでるんで今、はい、あ、少々お待ちください。来ましたね、未来がちょうど。お、色違う。これ未来。黒くないですか？え、未来青ですよ。未来。これ黒いですよね。未来じゃないですよ。よ。何ですかこれ？いや、運転してもらう車ですよ。え？え？これ運転するんですか？え？これ。いやいやいや。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あの未来が来るって聞いてたんですけど。会社にさ、これしかなかったの、駐車場に。勝手に取ってきたって。勝手じゃない、だって鍵はさ、だってあれだよ、会社に行ったら鍵ありますかって言ったらあったもん。で持ってきちゃったんですか？え、許可は誰取りました？許可必要なの？え、必要ですよ。窃盗、窃盗ですよ。え、でもうちの車庫に止めてたのよ、会社の。誰の？え、これポルシェ。ポルシェ？え、これがポルシェ？え、ポルシェ、あの野球選手とかがよく乗ってるやつ。ポルシェ。初めて見た。やば。大丈夫。いやちょっとね、ドッキリってことで運転してもらいます。いや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 、プレッシャーでしょ。こすったらやばいっすよ、こすったら。どうするんですか、これ。運転ですよ、これ。これさ、もし、かすったりして傷つけちゃったら、うん、北島さんが払ってくれるんですか？なんで俺なの？ちょっとこすったあなたでしょ。だって、責任者、責任者ですよね。俺もだって、持ってきちゃったこの人と一緒に。違う違う、持ってこいって言ったのは北島さんじゃない。左運転慣れてないですよ。わかる？左運転。いや、ないです、ないです、ないです。助手席の人はこのハンドカメラを持ってもらって、はい、運転手に対しての撮影だったりとか、まあ、ディレクター、うん、これ使える映像なかったらこのお蔵入りになるかもしれないですからね、せっかくのポルシェ。それはダメです。責任重大ですよね。実際に乗ってみましょう。はい、まずは、わーすごい、初体験。右から追い越してくる車だったり、右曲がるときにちょっと視野が見づらいので、はい、その時は助手席の人が右から後ろ危ないよとか、行けるよとか、うん、それはね、左ハンドルの鉄則。わかりました。普通の車線を走るときはなるべくこの白線、あの車線あるじゃないですか、はい、をなるべく左寄せて、この左でバランスを取るような感じで乗るっていうのが、はい、左車線の極意、あの左ハンドルの極意ということなので、はい、でまあそれでやっていきましょう。かしこまりました。
トマさん、実はね、さっきすごい機能って言ったのが、このなんかこれそう、ボタンの真ん中の真ん中上、これを指を引っ掛けていただいて引いてもらえますか。引きます。ずっと引いてると何何何だ何だ。うわー、すごい。すごい、開放的になりました。夢でしたこれ。そうなんですよ、今日はこのオープンで運転してもらいます。ちょっと待って、恥ずかしい。大丈夫大丈夫大丈夫、こんな素人な人が大丈夫ですか。大丈夫です。いっぱい見られるよ、ね、見られますね、心地よさを。どうしよう、注目浴びちゃうよ。いや、注目浴びていいと思います。浴びてください、こういうなかなかない機会なんでね。なんかクラクション鳴らされないように頑張ってください。ぜひ使える素材を。怖い。ヒントだけ言いますね、はい、六本木ヒルズとか先にあるんで、六本木ヒルズとか撮った方がいいんじゃないですかね。なるほど、仕事の流儀みたいな感じで撮ったのが分かりました。で、途中で変わるんで。緊張してますか。いや、結構してる。してますよね。どうですか、この屋根開いてる感じ。なんだろう、車じゃないみたい。確かに。なんか海の家みたい。あ、海の家の、あのテラスの方に座ってる感じ。あ、なるほど。海のさ、はい、隣走りたいよね。あ、いいですね。気持ちよさそうですよね。ね、気持ちよさそう。いや、本当に冗談抜きでさ、本当にすごい恥ずかしいんだけど。恥ずかしいですね。この前事故らないように気をつけるね、しんちゃん、はい、もう安全運転で行きましょう。おお、そっちなのか。あ、間違えた。どうですか、右の感覚は。右の感覚まだ全然つかめない。そうですよね、ちょっとビビっちゃうよね。うわ、来るよ、大通り。来ます。なんかジェットコースター乗り気分だ。ドキドキしますね、もうすぐ六本木の街に。六本木の街に繰り出す。これが六本木ヒルズですかね。あ、それがそうなの。ミッドタウンじゃなくて、あ、ミッドタウン、これヒルズ、これヒルズじゃないですか。六本木の街をこのオープンカーで走ってます。よかった、晴れて。ねえ、これ雨だったらどうしてたんだろう。ですね。こんな若い二人がさ、ね、走ってるからさ、うん、絶対見られるね。いや、絶対見られます。なんでこの子たちポルシェ乗ってんの。こんな若い子たちがポルシェ乗ってるみたいになりますよ。あ、そこはあれ、六本木ヒルズか。そうです、六本木ヒルズ、六本木ヒルズ。よく運転されるんですか。いや、そんなに最近しないね。しないんですか。うん。どうです、運転の感じは。気持ちいい。気持ちいいですか。ちょっとさっきよりも速度出せるから。そうですね。あ、右がちょっと、本気の街を運転してます。運転してます。
ズに運転してる感じがしますね。いやいや、できてるかな。やっぱ見られますね、今見られてましたね。見るよね、これは。絶対私だったら見るもん。いや、私も見ますもん、第三者だったら。えってなります、女の子。そうだよ、誰に買ってもらったんだって。いや、そうですよ。ポルシェなんてなかなか買えないですもん。ポルシェを運転してます。かっこいい。この先レベル3クロスマリエリアです。やっぱ映えるね、この車。六本木ヒルズですね。テレ朝があります。あ、ここテレ朝か。そうです、そうです。今テレ朝イベント中ですから人が多いですね。かっこいい。右が危ないですね。危ない。すごいです。テレ朝人が、はい、行きます。いやー、綺麗な。そう、麻布十番だよね。麻布十番です。もうすぐね、私がいつも通ってるジムがあるよ。おお、あ、そうですね、サメ北でもよく。あ、そう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 、すぐそこなんだよ。あ、そうなんですね。ワイフォージムって言って、緑の、そう、緑の写真映えする。すごいですね、あれ結構本格的な。左運転の感じ全然違いますか。全然違う。そうなんだ。なんか私左運転の方が楽だよってずっと親に言われてて、うん、やっぱそんなことないんですかね。いや、私はでも右運転のやっぱ慣れてるから。あ、そうですね、慣れありますよね。いいなと思っちゃう。いや、いいな。将来やっぱりこういう外車みたいなの乗ってみたいですよね。将来かっこいいよね、これあるとね。かっこいいです。だってこの上開けて運転するの夢でしたもん。絶対夢見ません。え、本当にあのドラマとかでしか見たことない、本当に。
だからこそなんか、うん、実際乗れるんだなって感じです。そうそうそう、実際乗っちゃった、乗っちゃった23歳、21歳20です、20、ごめんね、23歳と20歳もう、はい、こんな早く経験できるってもうなかなかない。いや、ないですよ。この先もあるかわからないぐらいです、ね、最初左のね、うん、左側に足置き場があったから、はい、マニュアルかと思ったの。ハンクラッチなのかなと思ったんだけど、そう、ただの足置き場だった。よかった。ありがたいよね、こういうハンクラッチとかもう絶対できないですもん。ね、てか坂道発進とか怖くなかった？あ、怖かったです、めっちゃ。あと一番ドキドキするのがあのこういう交差点、うん、エーストしたらどうしようみたいな。そうそうそう、教習の時さ、絶対にこう、うん、慣れてなくて、しかも怖さでエンスト起こして、うん、後ろの車にププーってクラクション重ねるっていうのを何度か経験して、やりました、やりました。もう本当に怖かった。路上出るのめっちゃ怖かったですよね。お、東京タワー越しのほのかさん。あー、東京タワーだー。めっちゃかっこいい。テンション上がる、テンション上がるね、これいいですね。いいと思います。終わりです。終わりました、よかった。どうでしたか？プレッシャーから解き放たれたわ。そうですね、いい、行きます、行きます、出発進行。いやー怖いなー。運転が清水ちゃんに変わりました。お、いいね、いいね、やっぱ慣れてるね。週一運転してるだけあるわ。気持ちいいですね。ねえ、あーでも本当助手席だとね、安心感が半端ない。うん、あ、びっくりした。危ない。うん、大丈夫です。はい、景色はこういう感じです。なんかビルがある。セミ鳴いてるね。あ、ここ芝公園駅じゃない？あ、そうです。あ、東京タワーがありますよ。どこどこどこ？あった、いい、見えますか？あ、隠れてる。出てきた、東京タワー。いやー、いいね、気持ちいいね。上手、やっぱり運転が。いやいや、全然ですよ。すごいスムーズだよ。ちょっと今車がいないので、うん、ラッキーです。ラッキー？はい、運転しやすい。運転しやすいです。日比谷通り来ました。左曲がります。いやー、どうどう、楽しいです。あ、楽しいですね。見分けが止まらないね。見分けが止まらないです。夢だったんで。あ、涼しいよ、清水ちゃん。いいですね、この時期っていうのがやっぱいいですね。うん、なんか森に入ってたよ。東京タワーあるよ。ありますね。遠ざかりました、遠ざかりました。右、右に回ってます。東京タワーが間近に見えてきました。東京タワーって300m くらい。 300m だっけ？
どんぐらいだろう。やばいね、無知がバレちゃう。またバカさんまで。ここはカットしてもらおう。そうですね、お願いします。カット。ちなみにスカイツリーは何メートル？は634みたいな。武蔵みたいな言いません？あれ？634メートル？あれ？高さん知ってますか？いやそれは知ってるよね。お願いします。え、教えてください。いやいやいや、はい、それは清水ちゃん後からね検索してみて。なんでですか？後から。知らないやつですね。カットしてもらおう。知らないやつですね。カットしてもらいましょう。やっぱりさ、はい、車乗ってると、はい、ドライブスルーとかやりたくない？あー、いいですね。ドライブスルーね。何食べたい？何？ハンバーガー？あ、いいですね。食べたいね。なんかこのオープンカーで、うん、なんかドライブスルーして、うん、なんか食べながらじゃないですけど、なんかいいですよね、そういう、ね、海外の感じが。本当にあの上も空いてるからさ、うん、取りやすいよね、物が。ドライブスルーで頼んだものが取りやすいよね。そうですね。いいな、楽しい。気持ちいい。すごい気持ちいい。強風とかだったら嫌でしたね。あ、そうだね。でもこれぐらい風が吹いてくれたらさ、こう髪の毛とかヘアセットしてなくても気づかれないよ。そうですね、風でもわかんない、うん、風でわかんない。逆になんかめちゃくちゃセットしてきたのに開けられたらちょっと嫌じゃないですか。確かに。でも前髪とかちゃんとやって、もう髪の毛もくるくるしてみたいな、うん、やって窓開けられたらもう悩ますけどね。ちょっとね、スプレー固めてもちょっと無理だね。無理です。多分本当にすごい髪型になっちゃう、うん。冬とかだったらどうなんだろう。冬は寒そう。冬寒いかな。もうヒーターガンガンにして。いや、足元温めて。え、それで窓開けるの？窓開ける。寒いわ。凍りますよね、もう。引きつっちゃうよ。そうですよ、顔面動かなくなっちゃう、うん。だから冬にバイクとか乗ってる人本当尊敬するんだよね。いや、本当にすごいですよね。結構寒いって言いますし、ね、うん。じゃあここで清水ちゃんのアップをお願いします。でででででで。今ね、今ここ、あれ、これどこだ今？今目しか映ってないよ。結構思ったよりアップでしたね。顔面だけかなと思ってたら。うん、今目だけしか映ってない。今口元映してます。やめてください。やばい。グラビアの撮影のカメラマンさんってこんな気持ちなんだ。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。急遽ドッキリで乗ることになった、はい、ポルシェどうでした？でも楽しかった。楽しかった。開放感がすごかったですし、なるほど、ちょっと慣れてくるとなんか楽しさの方が強くなりました。左ハンドルって、まあ、やったことなかったと思うんだけど、はい、慣れてくれば全然、逆に言うとできてくる、その若い女の子とかでもできてそうな感じ、そうな感じはしますか？します。慣れてきたらします。実際にね、今回、まあ、都内の交通量の多いあの道で、うん、まあ、実際これ時間帯も夕方で交通量多い時間帯でも事故なくできたもんね。できました、はい、一番テンション上がったのは東京タワー、うん、東京タワーの隣をね、横切った時も本当に一番テンション上がっちゃった。あの、ほのかさん越しの東京タワーがめちゃくちゃかっこよかったです。なるほど、はい。まあ、こんな大都会ね、ポルシェで、だから普通で通る東京タワーとこのオープンカーのポルシェで通る東京タワー全然違うでしょ。違います。
まあなんか俺はポルシェ乗ってるみたいな感じで言ってか、俺は乗ったことないんだけど俺は乗ったことないみたいな感じで乗ったことないんだけど、やっぱ違う、全然違います、今回も全然女性からでも。なるほどね、ガンガン仕事頑張ってこの車を乗れるぐらい高い稼いでね、頑張っていきましょう。チャンネル登録お願いします。そして高評価もつけてね。つけてください。ありがとうございました。江戸はるみさんみたいになっちゃった。こっちに来てもらっていいですか。まず YouTube でサメキタチャンネルっていうのを検索して、このハーモニープロモーションの横にある、チャンネル登録っていうボタンを押してください。皆さんやってくれました。よろしくお願いします。登録してな。ハーモニーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、川島です。北島です。第131回サメキタチャンネル始まりました。はい、このチャンネルではハーモニープロモーションのタレントの告知情報と我々マネージャー鮫島と北島の個人的意見感想をお届けいたします。はい、今日撮影してるのが7月23日ということで、明日が7月24日なんですが、まあ、今週ですね、まあ、というか東京オリンピックの開会式が2020年の7月24日ということで、まあ、もう1年後には東京オリンピックなわけです。どうですかね、まあ、代表なんかもね、徐々になんかね決まってや来てるんですけれども、まあいろいろとね、ここからも、決まってくるとは思うので、安め組です。はいはい。7月28日、はい、CBC、はい、TBS 系ですか。はいはい。バックステージ、バックステージに出演いたします。さあこれはどういう番組でしょうか。ちょっと、まあ、裏方さんの、そうですね、はい、なんかあんまりこう表には出ないような仕事の人に注目をしてやるって、あ、そう、裏側っていうことですね。これはこの回はちなみにどんな方だった。巨大プール、ほう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 、なんて言えばいいの、サマーランドとか、はい、サマーランドとか豊島園とか、そうそうそう、はいはいはい、の人たちで働く人たち。裏が、あんまイメージないですね。なんか町の、夏ほら市営プールとかの小学校で開く、飛び込まないでくださいとか、あいそうじゃないですよね。ちゃんとしたのいろいろ、いやいや、でもそういうのも含めてっていう、そういうのなんじゃない、はいはいはい、だからプールの掃除だとか、なんかパンティーだとか、夏すげえ日焼けし、かっこまったステータもある人たちも。清水です。はい。30日、はい、月刊エンタメ、月刊エンタメ発売します。出てる、出ます、グラビアです、出てます。ぜひこちら注目していただければと。そして同じ30日ですね、はい、ホロガ、フラッシュ、フラッシュ、これフラッシュだったんだ、フラッシュ、あーなんか原稿がすいません、ちょっと読みづらい、僕の頭もフラッシュしてますけれども、本当ですね、はい、フラッシュです、グラビアです。先日撮影してまいりました。ぜひね、まあホロガでね、そのファッションモデルのキャンキャンでホロガを見ていただく、こういうグラビアのね、また違った一面のホロガもぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、もし以上です。以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もよろしくお願いいたします。じゃあねー、ありがとうございます。高評価と登録